名古屋おもてなし武将隊は、武将都市名古屋を PR するために結成された、名古屋市の観光 PR 部隊。別名、イケメン武将隊とも呼ばれる。名称は2010年10月29日に、商標登録されている。観光客を案内する、前田刑事名古屋海部400年に合わせて、名古屋市のふるさと雇用対策事業の一環として、結成された、 PR 舞台で全国の武将ゆかりの地に結成されている核をもてなし、武将隊の先駆けとなる2009年11月3日に名古屋城内にて結成式が行われた。運営は名古屋市の広告代理店参考者が行っている。メンバーは緊急雇用対策のためハローワークで募集されオーディションに合格した日本人女性や 外国人男性を含む10名で結成され、小田信長、豊臣秀吉、徳川家康、前田利家、加藤清正、前田刑事の愛知県に、ゆかりのある6武将と神河社隊に奮し、毎日交代で、名古屋城で、観光案内等を行うほか、週末には演武など、パフォーマンスを行い、また、戦国武将ブーム等もあり、歴史上をはじめとする、女性ファンが多く、 追っかけファンも出るなど人気を博しており、名古屋のローカル番組にレギュラー出演するほか、CM 出演や写真集が出版されるなど活躍の場を広げている。2011年4月20日には百花両欄祈りで CD デビューを果たした。活動期間は結成から2010年9月までの半年間の予定だったが、2012年3月まで延長され、 4月以降は、名古屋市から独立して活動することに伴い、武将と陣傘の一部が卒業した。名古屋おもてなし武将隊の成功により、全国各地で同舞台を参考にした PR 舞台が展開されることになった。百花両乱は名古屋、春のキャンペーンテーマソングで、河村隆史名古屋市長がゲストボーカルとして参加。両英面の祈りには、玉木城術が参加した。 いざ、出陣は、岐阜県各務原市にある重要有形文化財の村国座で撮影が行われ、11月8日付、オリコンデイリーチャートの音楽 DVD ランキングで4位を記録した。また、2012年3月に初代メンバーで行われた舞台を収録した名古屋おもてなし部将大班メモリアル DVD が完全受注生産で販売された。さらに、 2012年8月31日に3月に、ゼップ名古屋で行われた、回顧展、某マイナスの DVD、2014年10月29日に、お豆版、フリーキ、が発売された。シングルアルバムフリーキー、作詞、吉田しおり、作曲、井上智則、歌、名古屋おもてなし部、招待シンク、作詞、吉田しおり、作曲、宮原公平。 歌、名古屋おもてなし武将署アあっぱれ、ジンガサオンド、作詞、小川光太、作曲、小川光太、歌、名古屋おもてなし武将隊戦の幕開け、やりほの乱舞んぶかぶや、歌舞け。戦いは続く戦国のウイグレンのごとく大公の、夢忠義あるのみ平和だなも、疾風早て天下太平はまだ遠いぼん。大地にも湯引く戦いは続く名古屋おもてなし武将隊。 勝時 ANA の牧名古屋おもてなし部招隊勝時世界の山ちゃんの牧フリーキ。フリーキ。シンクアッパレ、ジンガサ温度フリーキ。シンクアッパレ、ジンガサ温度、名古屋おもてなし部招隊勝時 ANA の牧名古屋おもてなし部招隊勝時世界の山ちゃんの牧ありがとうございます。